そらしなの有名人ゆかりのお店田んぼもういっちゃいいかもういっちゃもういっちゃいいですこんな大きい声の近所の人に迷惑ですできませんお店担保まあいろんな山形お店あるじゃないですかそこで有名人がやっているお店であったりとか山形に来られたら必ず行く有名人が訪れるお店とかそういうのを言おうと道チェーンってこといや道チェーンだとねあの見ないです山形ではね、あのミッチーチェーンさんっていう、はい、有名なね有名なあの、はい、小太りの方小太りの方じゃないタレントの方悔しいんだよね、あの、まあ、僕たちいろいろ、ね、まだね、あの CM いっぱい出てんだからそうですよミッチーチェーン映画見に行ったら映画の CM とかやってるんですそらしどがやってきたのは山形市蔵王にあるバーベキュー白樺ジンギスカンのお店です。このお店にゆかりのある有名人とは一体誰なんでしょうか。ごめんください。失礼いたします。わー、あ、ほんとサインもいっぱいある。サインもいっぱいある。あ、いらっしゃい。あ、お邪魔します。お邪魔いたします。あ、私と申します。あ、いつもテレビで会いてます。なになに、ちょっと待って、猫そぎ買ってくれ。そうなんや。あ、マジで嬉しいわ。そうなんですね。いつか来ていただきたいなって思ってます。このお話をいただいて、はい、お会いできるとまずこんなに。うわー、ありがとうございます。すげー嬉しい。これ僕あのお伺いしましたけど、バナナマンさんが山形に来たらいろんなお店あるのに、うん、まずここに来たいとおっしゃるぐらいファンだと。バナナさんマンが来てるんだ。バナナマンさんバナナマンさんバナナマンさんか。およそ17年前の来店をきっかけに山形に来られた際は必ず立ち寄るんだそうです。これが本当にあの最初で、一番最初で、まだ申し訳ないですけど、まだお二人のことも知らなくて、な全国なる前だ。もう全然まだ誰も名前も知らなくて。日村さんは細いもん。そうです、まだね、ほっそりされてて、うんうん、私も適当なお扱いで、いやいやいや、早速バナナマンさんお気に入りのジンギスカンをいただくことに。羊の油ちゃん。油です。こんなんの初めて見た。じゃあ入れます、はい、リンゴに。これリンゴもね、お肉とね挟んで食べると結構焼きリンゴって美味しいです。実は今、寒中キャベツっていって、あの、はい、雪の中掘り出したやつが主流なんで。甘いぞい、これは。大体うちのスタイルは、お肉と一緒に出さないで、はい、まず野菜をしっかり食べてもらう。半生ぐらいにちょっと、なるほど、しなしななるまでこう焼いて、はい、お肉はその後に出て。ということで、お肉の登場です。うわ、綺麗なお肉、はい、これは何て種類になるんですか。これはサホーク。サホーク品種ね。品種の品種はサホーク。あ、品種で。なんか僕はマトンとかよく言うじゃないですか。これはマトンです。マトン。マトン。一応2年から2年半の間の育成した羊なんで。へぇ、大人の羊ってことですね。あ、そうですね。なるほど。ここにあの油を真ん中にして周りを囲むように焼くんですね。羊の肉って、はい、あまり焼かないものを置いてしまう。どうなんだ、もうこれぐらいで表面いや、もう、いや、生ですよ。いや、生がいいぐらいで。あ、ほんまね。へぇ、ちょっと焼き目ついたからでいいんだ。裏もこれぐらいで。マジっすか。じゃあ、3枚一気に食べてみましょうよ。すごいな海賊やな、お前。あ、美味しそうだね。2年ほど低温で寝かせた自家製のタレでいただきます。甘い。甘いんだ。油のしつこさはまずないし、お肉がもっと硬いのイメージしてたんですけど柔らかい、うん、柔らかくて甘みがあって香りもすごい。これちょっとなんか野菜と食ってみたい、はい、リンゴと食ってみたいなので。あ、いいじゃないですか、焼きリンゴで食べると美味しい言ってましたよ。いただきます。うんうん、あー美味しい。リンゴの甘さと合うんだね。はい、パフェがちょっと酸味もあって、うん、めちゃくちゃ合うな。そう、あ、なんか来たんですけど、なんでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。
定食になります。あー、こうなんや、嬉しい。これバナナマンさんゆかりっていうことで、これゆかり、いや、違います違います、ゆかり、そういうこと、最高やん。定食の副菜には山形の季節の郷土料理がたくさん添えられています。あの、ニンニクぜひ入れて食べて。あ、そうだ、忘れてた、ニンニクやろう。俺やってみよう。全然私違います。溶かす感じでいいのかな。そう、ちょっと入れて、ちょっと入れて溶かす感じ。あ、なるほど。さて、お味は。どんだけ食べてるの。変わりましたか。ニンニクが変わってくるかもしれないけど、はいはい、マトンと相乗効果、ニンニクが入ってニンニクの香りが加わりましたじゃなく、そうグレードが2段階ぐらいコンコンと上がった。ニンニクの味もさ深み出るね。上がりますね。いや、相乗効果というのはよく理解できます。すごい美味しい。実はこのお肉、白樺さんの牧場で飼育されている羊なんです。羊はもう、あの食肉公社っていう、はい、あ、はいはい、きちんとしたところがあるので、はい、そちらにして育てた羊を、あの持ち込みまして、はい、そちらで全部処理していただいて、食肉の合格のハンコもらって、お肉出していいですよっていう、まあ、衛生局のちゃんとのお墨付きをいただいて。あ、そうか、できるんです。すげー。さあ、今回バナナマンさんゆかりのお店ということで、はい、バナナ3番ね。いや、バナナ3番じゃない、間違ってるんですよ。バナナマンさん、バナナマン、はい、バナナさんのね、ゆかりのお店ということで来させていただきましたけれども、いや、もう本当にお二人の感想に嘘偽りが一切ないというのが証明できました、うん、美味しいですね。美味しい。いや、今回本当にあのこちら白樺さん、はい、堪能させていただきました。めっちゃ楽しかったです。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。